豊田清豊田清豊田清志、1971年2月2日体は、三重県亀山市出身の元プロ野球選手、当主、宇藤右内、コーチ、鈴鹿高等学校から、同邦大学へ進学。1990年愛知大学野球連盟周期二部リーグ戦では、最優秀選手に選ばれる活躍でチーム初の一部リーグ昇格に貢献した。 愛知大学野球一部リーグ戦、通算9勝16敗。1992年のドラフト会議において、西ブライオンズから3位指名を受け、入団。森正明が監督を務めていたとの2年間は1、軍での登板はなかった。はチーム OB の東尾治が監督に就任した。9月15日の近鉄バファローズ戦、藤井寺球場でプロ初登板を果たす。 この年は4試合に登板し、防御率1.50の成績を残した。から本格的に先発投手として登板し、7月14日の福岡大英ホークス戦、札幌支援山球場で初勝利。最終的に15試合に登板し、5勝5敗、防御率3.08の成績を残した。は、自身初の2桁勝利を挙げ、ブレーク。 5月7日の福岡大栄戦。福岡ドームでは、味方打線が、当時のプロ野球記録となる1試合29安打を、放って、毎回得点を達成した中での完封勝利、21から0を挙げている。しかし優勝を争い真った田中の9月に、肘痛により登録抹消、手術を行ったため優勝の輪に加われなかった。 前年の肘手術によりシーズンの大半を棒に振ったが9月に復帰を果たし念願の優勝を味わう。横浜ベイスターズとの日本シリーズでは第2戦に先発したが石井拓郎にホームランを浴びるなど敗戦投手となった。チームは第6戦で敗れて2年連続で日本一を逃した。は6月まで不調にあえぐが7月以降に完全復活。 規定投球回不足ながらも2年ぶりの2桁勝利を挙げた。もう先発を任されたが、わずか5勝に終わってしまう。10月8日の対日本ハームファイターズ戦、西武ドームではプロ初西武を挙げた。は4月上旬に森新人の不調、東を治むからの説得もあって、抑え投手に転向。8月に3本のサヨナラ本塁打を浴びるなど、安定感を欠くこともあった。 最終成績は47試合に登板し、5勝3敗28セーブ、防御率2.83と安定感のある投球内容だった。この年限りで東尾は監督を優待した。は、新監督に伊原春樹が就任した。この年も前年に続いて抑えを任された。同年はさらに安定感を増し、パシフィックリーグ歴代1位。 当時となる38セーブ、6勝。最終成績は6勝1敗38セーブで、防御率は驚異の0.78だった。も引き続き守護神として2年連続で最優秀救援投手に輝くなど、日本を代表する抑え投手になった。8月29日には、プロ野球史上15人目の通算100セーブを挙げた。 最終的に58試合で2勝3敗38セーブ防御率1.24の成績だった。は、バッテリーを組んでいた伊藤つとむが前年現役を引退し監督に就任した。この年は故障で長期離脱した影響で34試合の当番に終わったが5勝1敗11セーブで防御率は0.98と安定感は抜群だった。チームは リーグ2位で終え、日本ハムとのプレーオフ第1ステージでは、第3戦に木本国幸に同点に乱本塁打を打たれたがその裏に、和田和弘のサヨナラ本塁打で、第2ステージに進出した。第2ステージの大英戦では、第5戦のリーグ優勝目前の9回に同点打を打たれるなど、ここでも安定感を欠いたが、チームは延長10回に勝ち越し、リーグ優勝を果たした。 日本シリーズでは3セーブを挙げるなどを活躍。第7戦では9回に2失点を喫したが5点のリードがあったため影響はなく、最後の打者を打ち取り同上げ投手にもらった。も故障で離脱し、制裁を欠いた投球が目立ち35試合の登板で3勝1敗19、セーブ、防御率3.97の成績で終わった。その年のオフに、FA 権を取得し権利を行使。 11月27日に読売ジャイアンツと2年契約を結んだ。は、開幕3戦目で移籍後初セーブを挙げる。その後も好調を維持していたが、5月20日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦、フルキャストスタジアム宮城で9回に、ホセ・フェルナンデスに逆転サヨラ3乱ンン本塁打を浴びて、移籍後初めて救援に失敗する。 その後も抑えで登板するが、チームの大型連敗でも救援失敗を繰り返し、7月14日の東京をヤクルトスワローズ戦で1点リードの9回に、登板するも夜ならだを浴び、チームは9連敗となり、翌日15日には右肩痛で登録抹消となる。自身の登録抹消以後は先発だった高橋久則が抑えに回った。その後8月15日に一軍登録された。 その後は中継ぎに配置転換となった。チームは球団史上初の2年連続 B クラスとなり、自身の不振も響き38試合の登板で1勝4敗13、セーブ、防御率3.32と期待された成績を残すことはできなかった。も開幕当初は抑えを務め、4月11日の広島東洋カープ戦。 広島市民球場でプロ野球史上5人目の通算150セーブを達成。しかし、4月20日の阪神タイガース戦では、延長12回に、チームが3点を勝ち越した後に登板するも、副兵の加野圭介にサヨナラ的自打を打たれ、敗戦投手になった。抑えに失敗することが多く、上原浩二が抑えに回って、以降は中継ぎを務めるといった、前年と同様の場面が見られた。 同年も前年と防御率はそれほど変わらなかったが、上原につなぐセットアッパーとして、巨人での新境地を開拓した。47試合に登板して2勝5敗4セーブ20、ホールドをマークした。クライマックスシリーズでは2、3戦目に登板して、対戦打者6人すべてから三振を奪うなど、CS 敗退したチームにおいて奮闘した。開幕当初からマークク・ルーンへ繋ぐ中となり、 50試合に当板。チームトップの26ホールドを挙げ、チームのリーグ優勝、球団初の CS 制覇で日本シリーズ進出に貢献した。移籍後初の日本シリーズは、古巣の西部と対戦し、自身は第4、5、7戦に当板した。チームは敗れたが、自身はいずれも無失点で、特に第7戦は、逆転を許し1点ビハインドとなった8回途中からの、 当番このピンチを脱する。9回は、先頭の赤田翔吾に、フェンス直撃の三塁打を打たれるが、後続を抑え得点を許さなかった。は、開幕から10試合連続で無失点。クルーンが、故障離脱した際は、代役で抑えを務め、2年ぶりにセーブを挙げた。7月に、腰痛で一時期登録抹消されるが、9月以降は、すべて無失点で抑え。 46試合に登板して2勝2敗、5セーブ、防御率1.99だった。この年もリーグ優勝と日本一に貢献し、豊田にとって初めて巨人での日本一を経験した。は3月31日の横浜ペイスターズ戦で8回に、ホセカスティーヨに同点ソロホームラン、4月13日の阪神タイガース戦でも8回に、 桜井高大に逆転三段本塁打を打たれ、チームの負けにもつながるなど、制裁を欠き、二軍落ちした。その後、復帰しても思うような投球はできず、わずか16試合の登板で一勝一敗、防御率4.240と不振に終わり、11月6日に戦力外通告を受けた。その後、11月16日に安定感のある、中継ぎ投手を求めていた広島東洋ガープが、 獲得を発表した。11月22日に松田スタジアムで入団会見が行われ、背番号は33に決定した。は中継ぎを任され、シーズン途中で2軍落ちもあったが32試合に登板し、2勝1敗7ホールド、防御率3.08の成績を残した。10月15日には、球団から来期の条件提示を受けるなど、翌シーズンも、 戦力として期待されていたが、10月24日に、球団へ現役引退を申し入れ、了承されたことが発表された。彼は、読売ジャイアンツの二軍投手コーチを務め、より一軍投手コーチを務める。より再度二軍投手コーチを務め、二一軍投手コーチへ復帰した。スコット・マシソンの請求力強制や、沢村拓一の抑え転向時に、積極的に、 アドバイスを送り、チームに貢献している。同シーズンをもって対談。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。